去る4月5日詐欺の動画23026でお伝えしたようにフランスのマクロン大統領は北京を訪問しました欧米の主要各紙が彼の訪問を伝えましたこの訪問にマクロンの動きを監視するかのようにフォン・ライエン EU 委員長も同行しましたライエンにはマクロンに好き勝手なことを まあ正確に言えばフランスの本音を中国に伝えさせないための特選隊長としてての役割が期待されていたようです習近平主席は言うまでもなくマクロン大統領の本音がウクライナ戦争の中国・仲介による外交的解決にあることを知っています。 そして同時に中国との商売を拡大させたい下心があることを分かっています。マクロン大統領はアメリカネオコン外交には冷ややかでした。しかしバイデン政権への反発の気持ちを表立って発言することは危険と考えていたのでしょう。彼は世界の風向きが変わるのを待っていたのです。 アメリカネオコンはロシアは弱体化しているウクライナ戦争でさらに弱体化するアメリカの指導に沿って厳しい経済制裁を科せばたちまちロシアは困窮しプーチン政権は倒れると NATO 首脳を説得しましたしかしアメリカネオコンの予想は外れました彼らが指導し訓練し大量の武器を供給したウクライナ軍は 十分に強力なはずでしたしかし東部ウクライナで劣勢を続け同地はロシア軍がほぼ制圧しました主要メディアは御用学者をテレビに登場させロシアは今にも倒れると言い続けてきました彼らはネオコンの願望があたかも真実であるかのように語っていました しかしそれはファンタジーに過ぎませんでした。およそ1年前の2022年6月10日、あるテレビ局がロシア専門家と称する大学教授に、プーチン大統領は6月末までに99%辞任すると自信ありげに語らせていました。 この教授は見事に予測を外しましたが今でもテレビ局はこの人物を使い続けています主要メディアが視聴者を失っている理由がよくわかりますルーブルが崩壊すると予想した経済評論家もいましたが彼らも予想を外しました 制裁によってロシアの GDP は20%から30%もダウンすると推測した学書もいましたがロシア経済はびくともしませんでしたロシア政府の発表ではわずか0.2%の減少があっただけでしたアメリカネオコンは態度経済制裁を各国に求めました EUNATO 諸国は協力したものの その動きに追随する国は思いのほか少なかったのです中国、インド、イランなどは大陸経済制裁どころかロシアとの経済連携を強化していますマクロンのフランスですがこの国は NATO の主要メンバーでありながらまともに大陸経済制裁などしてはいませんでしたウクライナ支援もほとんどしていません 評論家の宮崎正宏さんはフランスの対ウクライナ支援の実態とマクロンの二枚一打的外交姿勢を4月11日の自身のメルマガで書いています。フランスのウクライナ支援は NATO 主要国の中では最低レベル。金額的に比較するとアメリカが228億ユーロ、イギリスが41億ユーロ、 ドイツが23.5億ユーロ、ポーランドですら18億ユーロに対してフランスは4.8億ユーロでしかない。武器供与もアリバイ証明的に155ミリ、榴弾砲40、レーダーシステムが1機と若干の中距離ミサイル供与に留めている。 対 GDP 比率で支援額を計算するとバルト三国やフィンランドチェコよりもフランスが少ないことがわかるそれでいて外交主導権を取ろうと2月8日にはパリにゼレンスキー大統領を呼んで私立ドイツ首相も同席してもらい可能な限りの支援を続けると約束していた この席でマクロンはゼレンスキー大統領が戦争目的とするクリミア半島の奪還には触れようともしなかったなぜフランスは態度経済制裁に消極的なのでしょうかその最大の理由は視聴者もご存知の通りフランスが原発大国だからなのです。 フランスはその電力の70%を原子力発電に頼っています。原発による電力の価格競争力は強くフランスは世界最大の電力輸出国です。電力輸出総額は毎年30億ユーロにも及んでいます。フランスは2022年2月 新たに6基の原発の新設を発表し、さらに8基の新設を検討していると発表しました。フランス経済の牽引力となっている原子力発電を担保しているのが、ロシアからの濃縮ウラン安定供給なのです。去る3月20日。 環境保護団体グリーンピースはサンクトペテルブルークからやってきた貨物船バルティスキー202が25本のシリンダーに収められた濃縮ウランを北部フランスの港町ダンケルクに搬入したと発表しました。グリーンピースはこの量はフランスが1年に飛翔する濃縮ウランの3分の1に当たると説明しています。 フランス政府はグリーンピースのこの報道を否定していますが世界最大のウラン供給局ロシア以外の国から大量の濃縮ウランをフランスが安定確保できるはずもないのですロシアの濃縮ウラン生産量は世界の生産量のおよそ半分を占めています私は フランスが態ロ経済制裁に熱心ではなくウクライナへの支援にも消極的なのはロシアがフランスへの濃縮ウラン供給を続けてくれていることへの恩返しではないかと思っていますフランスでは年金開始時期を遅らせる政府に対して激しい反政府デモが続いています国内が騒乱状態にあるにもかかわらず マクロン大統領は中国を訪問したのです。日程も2泊3日でしたからマクロンの意気込みが伝わります。マクロンはウクライナ戦争はフランスの安全保障とは何の関係もないと考えているのです。マクロンは50人を超えるフランス経済界の幹部を同伴しました。彼らは今回の訪中で 数々のプロジェクトの調印に成功しています。原発建築、海水淡水化、航空機製造などの大型プロジェクトばかりです。エアバスは2008年から毎月4機のエアバス A320 を天津で製造していますが、2025年から製造ラインをもう一つ増やし、能力を倍増することを決めました。 製薬会社サノフィは深圳で新型ワクチン開発の地方政府と共同研究する周囲書を取り交わしました習近平主席はマクロン大統領の本音を分かっています2人は長時間にわたって相当に突っ込んだ話し合いをしたようです習近平主席が マクロンの訪中を歓迎したことは中国が2024年に予定している2つの国際博覧会 China International Fair for Trade in ServiceThe Seventh China International Import Expo にフランスを名誉ゲスト国として招待したことからもわかります。マクロンは中国が ロシアを理性的にさせる役割を果たしてくれると期待すると奇妙な表現をしアメリカ、イギリスの主要メディアを煙に巻きましたしかしマクロンが中国にウクライナ戦争終結の仲介を期待したことは確実です同行したフォン・ライエン EU 委員長はマクロン大統領を監視する役目でした しかし、その彼女でさえ習近平主席に圧倒されたのか、習近平主席がゼレンスキー大統領と直接会ってもよいと改めて語ってくれた、このことをポジティブに考えると語ってしまっています。この発言はヨーロッパがいささかまともになりかけている兆しにも思えます。 残念なことですが、世界で最悪の全体主義国家中国が、核戦争になりかねないウクライナ戦争の停戦に重要な役割を果たそうとしているのです。世界のいわゆる民主主義国家が戦い終結に向けての外交努力をしないのですから、中国に期待せざるを得なくなるのは当然です。 NATO の主要メンバーであるドイツフランスイギリススペインなどの本音ができるだけ早いウクライナ戦争の終結であることを見抜けずアメリカネオコンのプレッシャーに負けて岸田首相はウクライナを訪問しました。 日本も狡猾なフランスに倣ってアメリカネオコン外交にいささかでも抵抗する姿勢を見せなければその発言力はますます低下するでしょう。